はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日はフォーカスドプレイヤー第6弾の、えー、もし登場したときに、えー、登場するであろう選手を各チーム予想していくという、この企画をやってるんですけれども、はい今日は J1 編の後編ということで、今日、す、え、べ、ー、てね、J1 の予想が出そう日なんですけれども、まあ、昨日までのね、動画見ていただいた方だったらわかると思うんですけれども、ちなみに、まあネタバレになっちゃいますけど、いまだにトップグレードの選手言ってません、僕。 ということは、今日の動画に出てくるはずですね。はい。でしかも、今までまあ予想した中でグレード95以上の選手は1人。ということは、ここで2人出てくるということですね。うん。さあ、皆さん、誰だと思いますか <laughs> 結構絞られてきますけれども。まあ、僕、結構98に関しては自信があります。ちなみに。はい。多分、この選手だろうなっていう選手は、もう、弁護士が最初からついてて。 まあ正直第5弾で出てもおかしくないなと思ってたんですけど、まあ出なかったんで、まあ第6弾かなと思って予想してます。はい。まあ一人いるでしょう <laughs>。多分みんなもピンと来てる、中にはピンと来てる人もいるかな。はい、この選手は出るんじゃないかっていう選手がね、一人いるので、はい、その選手と、まあね、プラスアルファでね、まあ95以上の選手もう一人ぐらい,はい入ってくると思うんで、 まあ今日もね、しっかり予想していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。でもしね、えー、昨日、おとといの動画、まだ見てないという方いらっしゃいましたら、よかったらこの動画見終わった後でも結構ですので、よかったらね、えー、参考程度に見ていっていただければなと思います。そしたら嬉しいです。で今日ね、ここからやっていきますので、よかったら最後までお付き合いいただきましょう。よろしくお願いします。はい。ということでね、早速予想の方にね、入っていきたいんですけれども、今日はね、ちなみにガンバ大阪からになりますね。はい。 からトスまでの6チームになりますけれどもじゃあまず、えー、ガンバ大阪のフォーカスドプレーヤー第6弾登場しそうな選手この選手ですはいガンバ大阪の、えー、高尾龍選手ですねはい 高尾選手ね、非常に活躍機会が目立っておりまして、まあ、ここもね、本当に出場、出場試合数とか含めると、まあ、出てもおかしくないんじゃないかなっていう予想をちょっとさせていただきました。まあ、ただ結構ね、ガンバ難しかったですね。うん、今回の中でも結構迷いました。まあ、特に迷ったのは、まあ、藤原選手とかもね、ワンチャンあるんじゃないかなとかね、ま、いろいろちょっと考えちゃったんですけど、ま、いろいろ考えた結果、やっぱどっちに絞るかなーってなった時に、 うん、まあ正直ここはもう勘です。<laughs> 勘です。もう正直言うと勘です。はい。正直そんなに優劣はないと思ったんですよね。まあ、どっちが出てもおかしくないなと思って特に最後二人に悩んだんですけど、まあ、他にも実際悩む選手いました。まあ、当然ダワン選手とかはね、そこら辺の選手たちも、まあね、活躍頻度からしたら、まあ、フォーカス最後滑り込んできてもおかしくないだろうし、うん、めちゃくちゃ頑張れ迷いましたね。<laughs> 迷いまもう、まあ、とにかく迷いました。まあ正直、まあ他の限定出てますけどね、まあパトリック選手とかね、そこら辺もそうだし、ね、まあ、庄司選手とかね、うん、そこら辺もまあ迷いましたし、すごく迷いました。ガンバー正直一番迷ったかもしれない。うん、今、名前挙げた選手で正直出てもおかしくないと思うし、誰が出てもね。まあその中で、まあ絞るってなって <laughs>、まあ、このタイミングで一発出しとくべきなのかなと思うのは高尾選手かなと思って。 はい、選ばせていただきました。まあ、グレードに関してはちなみに82ぐらいかなと思います。まあ、一旦ここを踏み台にしていただいて、まあ、後半シーズンね、飛躍して、もしかしたらグレードがね、結構高くなる可能性もないとは言えないと思うんで、まあ、ここね、ほんと活躍の、はい、踏み台として、一旦ね、ここで出してほしいなっていうところを込めて、高尾選手ね、ちょっと予想させていただきました。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、次のチームなんですけれども、次のチームは、えー、セレッソ大阪ですね。 はい。じゃあ、セレッソ大阪で、フォーカスドプレイヤー第6弾、登場しそうな選手はこの選手です。はい。セレッソ大阪のマテイオニッチ選手ですね。はい。来ましたね。今回の目玉です。はい。<laughs> 正解はマテイオニッチ選手でした。ということでね。まあ、いまだに限定出てないのもちょっとおかしいし、まあね、今のセレッソの活躍の、まあね、はい。チーム順位とかも、 まあいろいろ考えたりとか、まあね、今年結構やっぱセレッソ、はい、巻き返してるなっていうイメージがあるので、まあ、そこもね、ここ4日選手のね、やっぱ守備力とかもね、すごく光ってるんじゃないかなと思うし、まあ、他にもね、やっぱりね、攻撃面とかも結構注目されると思うんですけど、ここね、ここ出るんじゃないかなと思って、うーん、僕はちょっと予想したいと思います。まあ自信度としてはここ5を出します。はい、もう5を出したいと思います。はい、グレード高い選手ぐらいはね、自信持って出さないとね、予想してる意味ないですからね。はい、ここは98で。 まあ99かもしれないですけどね、まあ、98,99で、はい、どちらかで予想したいなと思います。まあ、当然、ここね、出てくれば、まあ、相当強い、はい、カードが期待できるので、まあ、センターバックね、はい、特に困ってる人、まあ、センターバックでなかなかグレード高い選手、まあ、森重選手以来かな、フォーカスで言ったら、ぐらいになりますけれども、はいまあ、そういった感じで、多分出るでしょう。<laughs> 多分出ると思います。はいまあ、正直、自信あります。 はい。出なかったら、どうしようかな。出なかったら、ちょっと、まあ <laughs>、まあ、まあ、なんか考えるかもしれないですね。はい。もう謝罪動画上げるしかないですかね。まあ、謝罪で何か。まあでもね、まあ言葉より誠意があるものがありますからね。まあそれでちょっと対応するかもしれないですけど。はい。よろしくお願いします。はい。ということでね、セレッソ大阪ね、4日戦勝をちょっと予想とさせていただきました。はい。ここはもう自信満々の5で出させていただきます。はい。 はい。では続いてなんですけれども、続いてはね、ビッセル神戸ですね。まあ、ビッセル神戸。はい。ここも結構悩んだんですけれども、えー、フォーカスドプレイヤー第6弾で登場しそうな選手、この選手です。はい。えー、ビッセル神戸の大迫祐也選手です。ここは地震度4で、グレードは96で出させていただきました。はい。まあ、ここ2人目ですね。95以上ね。はい。ということは、まあね、前の動画から引き続きまして、まあ、95以上のピックアップとしては、まあ、3人だろうという予想で、まあ、ヨニチ選手、大迫選手、 で谷口選手じゃなないいかなっていう結構ちょっとディフェンス色強めになるんじゃないかなって予想をちょっと出させて,出させていただきました。はい。まあ、結構希望なんですけど。<laughs> まあディフェンス2人も出るかなって正直ちょっと思った部分もあります。はい。そうやって思ったんですけれども、まあね、予想させていただきました。はい。で大迫選手ね、当然まあ後半の活躍すごく目立ってますし、まあ、ここをピックアップとして一発ね、 はい、フォーカスドプレイヤー出してもいいんじゃないかなと個人的には思うのでここちょっと選ばせていただきましたやっぱねビ、まあ、ッセルのね本当に、まあ、残留争い、まあ、ね結構熾烈ですけれども一歩抜け出してるような状態だと思うので、まあ、それはやっぱね大迫選手の活躍あってこそのはい、えー、今の現状だと思うので、まあ、ここはね、まあ、ちょっとねまあ間に合ってるかどうかわかんないですけど、まあ、ピックアップするんだったら神戸だったらやっぱ大迫選手かなと思ってここも、まあ、本当に5よりの4かなと、えー、出させていただきました はい、ここもね、まあ、登場すれば、正直、まあ、強力なカードが、はい、当然出てくると思います。ここは。まあね、先日、先日、あれ、フォーカス3段やったかな武藤選手がね、結構いい感じで来てましたけれども、もう正直な話、それぐらいにひっ迫するぐらいの強さとして、えー、出ることが期待されるんじゃないかなと思うので、まあ、ここも期待してね、もし登場するとしたら、はい、いいカードが出ることをね、祈りたいなと思います。 ははいでは続いてなんですけれども、えー、サンフレッチェ広島ですね。まあ、先日ね、本当に天皇杯でね、すごく熱い試合を見せていただいて、まあ、なおかつね、ルヴァンの決勝にも残っているということでね、もう本当に、もう本当に今年、広島もね、本当に充実一途だと思うんですけれども、さあ、その中の広島の選手の中で、えー、フォーカス・のプレーヤー第6弾、登場しそうな選手、この選手です。はい、サンフレッチェ広島の満田誠選手です。 ここめちゃくちゃ迷いましたけども、まあ個人的には出てほしいかなと思って、ちょっと願望も入ってますけども、選ばせていただきました。まあ地震度に関しては、ちょっと何かが飛んでるね。ちょっと待ってね。ヘリコプターですかね。<laughs> ちょっとやめてほしいですね。どこちょっと待ってね。あ、真上通っていきましたね、ヘリがね。<laughs> <laughs> ということで、はい、あの、気を取り直してやるんですけれども、地震度4ですね。はい。ここはね、グレードね、正直ね、迷いましたけれども、もう89乗っていいんじゃないかなと思って、活躍がすごいから、うん。すごいと思う。<laughs> 天皇杯見て思いましたし、すごいよ、彼は。うん。彼はすごい。本当にね、今のうちキラ落としてない人はね、絶対落とした方がいいと思う。うん、まあ。まあ、まあ、もしかしたら海外とか行っちゃう可能性もあると思うんですけれども、 はい。ちょっと活躍しすぎてね。<laughs> でもね、落としとくべきだと思うな。うん。ジェイクラ的にもね、結構面白いと思うんですよね。まあ、彼の、やっぱいいところって、やっぱ豊富な運動量とかもあるけれども、まあやっぱチェイシングとかにも定評があって、まあシュートスキルもね、正直、シュートセンスとかもすごくあってて、万能だと思うんですよね。うん。アシストもね、できるっていうね。 火、まあの打ち所がない感じがするんでうん、個人的にはここね、結構最近の選手の中で僕お気に入りなんですけど、でグレードはね、89で、はい、予想させていただきます。まあ、ここ超えてほしいです、正直、はい。出るんならね、出るんなら超えてほしい。出ないんだったらまあ後半シーズンとかに <laughs> 期待しますけれども、どっちみち後半シーズンで80は超えると思うんで、まあ、ここで超えてもいいのかなと、個人的には思います。はい、なので、ちょっと選出させていただきました。 ま、先日ね、あの、エクスペも出てますけれども、エクスペで一旦、まあ、超えてるっちゃ超えてるんですけど、まあ、ちゃんとしたレギュラーとかでね、超えることがやっぱり、はい、J クラ大事だと思うんで、まあ、ここはね、しっかりと超えてきてほしいなと思います。はい。ぜひね、登場してほしいなと思います。はい。じゃあ続いてね、アビスパ福岡なんですけれども、アビスパ福岡ね、まあ、僕もちょっとめちゃくちゃ悩みましたよ、正直な話。まあ、ね、自分の応援してるチーム。 ま、ここも願望が入ってますけれども <laughs>、登場してほしい選手というよりは、ちゃんとね、選んできたんで、ここもね、フォーカスドプレイヤー。第6弾で、え、アビスパ福岡、登場しそうな選手。この選手です。はい、アビスパ福岡の金森武史選手ですね。 はいを出てくれということでね <laughs>。はいを出てくれという感じなんですけれども、まあそろそろもういいんじゃないかなっていうねう。今年は出るだろうっていうね。去年も本当出てもいいなと思ってたんですけど、まあ去年はね、ちょっとね、クルクス選手のね、ちょっとインパクト強すぎて、そこにちょっとお株奪われちゃったのかなって感じがしたんで、 今年は、まあ、うん、まあ、クルクス選手も85以上定着したりとか、いろんな選手ね、アビスパも入ってきたりとかしてますけれども、限定結構超えてきてるんでね、85はね。やっぱ昨シーズンの順位が効いてるのかなと思うんですけれども、ここは、はい。もうグレード当然85で超えてほしいなっていう願望を込めて出したいと思います。まあ、アビスパもね、他もね、結構ね、まあ、いますよ。はい、出そうな選手。まあ、当然、ファーマー選手とかも出てほしいし、まあね、ルキアン選手あったりとかもう一回ね、限定リベンジしてほしいし、 まあディフェンダーで言ったらグローリー選手とかね、そこら辺も出てほしいしとかいろいろあるんですけれども、中村俊選手ちょっと見たいなとか、いろいろあるんですけれども、はい、ここは金森選手を押させていただきました。ここもね、そろそろ出ると思うんでね、まあ出たとして85超えるかどうか問題だと思うんですけれども、個人的にはね、超えると信じて待ちたいと思います。はい。 はい。では続いてなんですけれども、サガントスですね。まあ、サガントスで最後になりますけれども、えー、サガントスでフォーカスドプレイヤー第6弾登場しそうな選手はこの選手です。はい、えー。サガントスの藤田直之選手ですね。はい。藤田選手もね、結構出場機会、はい、すごく多くて、まあ、トスの本当中心的な選手かなと思うので、まあ、ここもね、フォーカス選ばれて全然いいのかなと思うんですけれども、トスもね、結構 結構難しかったね。トスもでも、頑張バほどではないけど、まあトスも結構悩みましたね。うん。はい。もう、いろんな選手いました。まあ中野信也選手とかね、あこら辺もね、結構出てほしい人多いだろうし、まあ僕的にもまああるかなと思ったんですけど、彼とかね、まあ特に彼とか、あとは誰がおったかな。まあでも、まあでも中野選手と最終的には迷いました、藤田選手ね。うん。 で、まあ、どっちが出るかなって考えたときに、ちょっとディフェンダー多く予想しちゃってるんで <laughs>、もう最後、じ尻合わせみたいになってきましたけれども、ボランチぐらいの一人、もう一人ぐらい欲しいなと思って、はい、ちょっと藤田選手をさせていただきました。まあ、自信度的にはやっぱ3ですね。まあ、ここ本当自信がない部類に入ってくると思います。で、グレードはね、うん、まあ、84かな。まあ、5人ぐらいは多分超えないと思ってて、 うーんまあそのグレード付けもいろいろ出して昨日まあおとといからやったんですけれどもうんまあそこら辺の選手と比べてまあそんな差はないのでまあここはぶっちゃけ超えてもおかしくないと思うんですけれどもはいまあ84でちょっと予想させてくださいはいここはちょっとリアルに当てに行くぐらいの感じで <laughs> まあ当然ここね超えてもおかしくないと思うんでねはいっていうねちょっと予防線をね張らせていただくんですけれどもいやそんなこと張らなくていいです84でいいですはい ということで、えー、これでね、<laughs> 6人今日終わりましたので、えー、フォーカスドプレイヤー第6弾出たらとしてね、はい、J1 の選手予想すべて終わりました。この中から何選手当たってるのかというのはね、正直ね、まあ、気になるところですけれども、まあ、予想させていただいたからにはね、なかなか当てたいというね、しかももう6弾まで来てるんで、1弾を当てろとか言ってるわけじゃないんでね、まあ、そんなに難易度的にはまあ高い方ではない、まあ高いけど、ね1、1弾から当てろとか、 結構無,無謀だと思うんですけど、まあそうじゃないので、まあ比較的当たるんじゃないかなと個人的に思ってます。まあ目指せ半分ぐらい当たってほしい。いや、全部当たってほしい。という、ね、気持ちで予想したので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さんもね、この選手出るんじゃないかなというのを多分動画見ながらね、はい、あの、考えたんじゃないかなと思います。それもね、ワンチャンスあると思います。で僕の方がチャンスあると思うんですけれども、まあ、ワンチャンスあると思うんで、それをね、皆さん期待しておいてください。 はい。ということでね。じゃあ、この動画をもちまして、えー、J1 のね、フォーカスドプレイヤー第6弾出るんだったら予想ね、以上になります。明日からね、J2 にやっていくんで、懲りずにね、J2 もやっていくんで、まあ、J2 の方が何な,ならね、難しいんでね、まあ、J2 の方はしっかりね、読み込んで、えー、当てに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 でちなみにね、まあ、J2 の方でピックアップ選手、多分僕入ってくるだろうなと思って、まあ、枠残してるんで、まあ、そこもね、期待していただければと思います。ということで、じゃあ今日の動画はこれにて、ね、終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。